僕がね、小学5年生の時の春にね、なんか泉谷のアルバムを買ったんですよね。正直ちょっとびっくりしましたね。普通の歌謡曲しかね、弾いたことなかったんでね。そのアルバムの最後に入っている北の詩人という曲です。あの子が空へ飛んだ時、僕はとても忙しかったので、電話で話すは言い訳ばかりで、できれば知らせて欲しくはなかった。兄貴が海へ沈んだ時、隣の夫婦はいつもの喧嘩で、テレビの前では子供が大踊り、親父は今日も野球を見れない、夢を見てるのは俺だけじゃないはず、息切れする頃に知らせてきて、夢を壊すわ、ありがたき家族、届かないところへ。妹が夜を好きになった時、組合ストは中止になり、彼らはしわ寄せ、わめき散らし、八つ当たりはまたもろに受けて、おいらはパレードに出なくなった時、彼らは白い目をむき出して、当たり外れはもう慣れっこさ、遅かれ早かれ長いは無用。夢を見てるのは俺だけじゃないはず、息切れする頃に知らせてきて、夢をありがたき家族、もっと遠くへ、もっと遠くへ、届かないところ。